ゆっくりしていってね。ゆっくり霊夢だ。今日はお笑い女子学園サメさんチームおぎんの紹介だな。おぎんはサメさんチームの戦車長になるね。僕はずんだ餅チームのずんだこねくり担当なのだ。ずんだもんくんは何歳からずんだこねくってるんだい。お前らは全く興味ねえ話を入れてくんな。さあ今日はおぎんの紹介をしていくよ。おぎんは船舶科の2年生だね。サメさんチームはみんな2年生みたいだな。それでおぎんの名前の由来は海賊小説宝島に出てくるジョン・シルバー船長らしいな。そのジョン・シルバー船長が飼ってるオウムが確かフリントだったね。サメさんチームの名前の由来は海賊つながりだな。ちなみにお笑いの水族館アクアワールドはサメの飼育数が日本一のようだ。仙台市は日本一ずんだ餅が有名なのだ。お前は何を言ってんの。そもそもそこをどけ。さてシーン紹介始めていこうか。そこまでよ。おやぶん。あんたたち、キャプテンキッド並みにやるじゃない。キャプテンキッドには会ったことないけどね。ここはおぎんの初登場シーンだね。ラムから親分と呼ばれていたね。船舶か、荒くれ者たちのリーダーのようだな。そして見た目はロングコートにロングブーツとワイルドな風貌をしている。先生、それにワイルドなミニスカですね。それにワイルドなへそ出しなんだ。バカ野郎。それとおぎんの帽子の羽は赤い羽、共同募金の赤い羽をつけているらしい。赤い羽募金を定期的にやってるのかな。あと、おぎんが加えてるパイプはタバコじゃなくて飴らしい。まあそこはやっぱり女子高生だから吸えないよね。そもそもパイプの中の飴ってどうやって舐めるんだろう。パイプの中は飴じゃなくてずんだを流し込んでる可能性もあるのだ。ずんだを流し込むってどんな状況だよ。それでおぎんはキャプテンキッド並みにやるじゃない。キャプテンキッドに会ったこと、ないけどね。と、例えを入れて話した後に自らがツッコミを入れる話し方が特徴的でもあるね。どこの馬の骨かわからない奴を助ける義理はないわ。馬の骨ってどうなってるか知らないけどね。とかこういった話し方をよく使っているわけだな。ことわざが多い印象だね。霊夢にずんだ餅は豚に真珠。実際霊夢は豚だけどね。つまりはこのような話し方ってわけだな。まさにその通りだ。お前らは何を抜かしてんだ。それでおぎんの声優は桜彩音さんだな。ジャンプアニメだと、ニセ恋の小野寺春やヒロアカのお茶子の声優さんだ。どちらかといえば可愛い声のキャラ役が多かったね。霊夢の声は可愛くないな。まあ見た目も可愛くないけどね。さて、次のシーン紹介していこうか。三時の方向に敵。待ち伏せ。さすがの機動力。応戦してください。突撃に備えて。この旗印はあたしらの魂だよ。こうなったら容赦しないよ。おもかじいっぱい敵船を撃沈しろ。停止してください。ここは地破炭船のシーンだね。海賊機が機銃で穴だらけにされた上にポールがおられ、海賊機が落とされてオギンが激怒してたね。オギンは、海賊機がない海賊は海賊じゃないと言ってたし、旗印は魂なんだろう。オギン以外は海賊機を置いてくればよかったとか外したがってたけどね。海賊の誇りを最も持っているのがおぎんだ。いずれ海賊王になれるだろう。おぎんたちは海賊王を目指してんの？霊夢はパチプロを目指しとけ。まあ霊夢じゃパチンカス養分のままだろうけどね。まずパチプロ目指してねえわ。まあそれで海賊機を穴だらけにされたことで、普段冷静なおぎんも感情をあらわにしてたな。周りの生死を振り切って突撃してたね。おぎんたちはかつて桃ちゃんに助けられた恩を返すために戦車道を履修したし、桃ちゃんの命令だけは聞いていたんだけど、義理人情深いおぎんでも桃ちゃんの命令も無視してしまうほどに、怒った時に周りが見えなくなる性格のようだ。こういった荒っぽい気性も海賊っぽさが出てる気がするね。それで地破炭の足踏み突撃でサメさんチームは撃破されてしまい、次からは心の中だけで旗を掲げると誓っていたな。失敗をすぐに反省できるのは素晴らしいね。霊夢もパチンコ行って負けた時は反省しろよ。継続戦からはちゃんと海賊機を置いて試合してたね。次戦は桃ちゃんに頼むぞと言われて期待されてたし、継続戦は活躍してくれることだろう。私たちもサメさんチームの活躍を期待しておこう。まあそれで海賊機はバードン底に置くことになったんだが、サメさんチームの海賊機は剣や骨の代わりに、カッターと孫の手になっている。なんでカッターと孫の手なんだろう。それはわからない。カッターでブラジャーを切って、孫の手で胸の先を触るためなのだ。さあ最後はスペシャルムービー行くよ。サメさんチーム、お願いがあります。隊長はモモさんだよ。いやもうダメだよ、ユスちゃん。
隊長はモモさんだよ。ひし形戦車撃破。横にしたひしもちみたいな。ひしもち、戦車がひしもち。旗印は私らの魂だよ。こうなったら容赦しないよ。ふわー、何しやがる。こうなったら容赦しないよ。腕っつしで勝負よ。サルガッソーの村上、心配しなくていいわよ。口は悪いけど仲間は大切にする連中だから。腕っつしで勝負よ。何これ、おぎん倒れすぎだろ。安心しろ、何度倒れたとしても何度でもトンカツミホは立ち上がる。今日も動画見てくれてありがとう。よかったら高評価チャンネル登録お願いします。コメントもよろしく。またね。おぎんの口元拭いてくる。